え、ふわ、儲けていらっしゃる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、初めての他の人の島へ訪ねて行ってみたいと思います。はい、ということで、ほんと初めてすぎて楽しいんやけど、もうすでに。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？今度からね、ちょいちょい、他の人の島を探索していこうかなと思ってます。ラジャーです。では、どちらに行かれますか？通信で出かける。近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらでお出かけしますか？インターネットでいいよね、多分。あのパスワードのやつ。では、インターネットに接続します。OK。ただいま、エルデ島がお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島でお出かけなさいますか？行きまーす。では、良いフライトを。グッドラック。なんかカチャカチャしようけど、全然画面動いてないよ。大丈夫？大丈夫っすか？おぉ、びっくりした。アテンションプリーズ。当機は間もなくエルデ島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午後8時24分。天気は晴れ、気温はそれなりでございます。すごいね、上からこんな風に。当機は間もなく着水いたします。かわいい。お出迎えしてくれてる。こんな感じになるんや。なんかマーメイドみたいな格好しとったね。見て見て、島の旗がジュンくんだ。どうも。これ話しかけれるんかな？話しかけることはできない。かわいい。かわいい。いいね、いいね。え、これ何？熊の氷の置物みたいなのがあるのね。え、すごい。あれ、すずらんやろ？ってことはもう島の評価が最高になったということ？てか私、あれ？違う違う。何取り出してんだ。いいね、ここから。あ、ここ浜辺ってことか。あ、てか雪積もっとる。あれなんやね。北半球、南半球逆にしとるってことなんやね。へえ、今こういう感じなのか。素晴らしき。え、かわいい。誰やっけ、タツオ？あれ？君誰？もしかしてお客さんかな？はじめまして。この島に住んでる達夫だよ。君とお友達になりたいな。かわいい。かわいい。いいね。そう、私もこういう風にね、なんていうん？住宅街をね、整えたかったんやけどさ。あ、なんかグミちゃんだっけ？これグミちゃんの家ってことなんかな？あ、そういうことや。お気に入り住人か何かかな。それともこれからどんどん増やし、あ、どんどん増やしていく感じか。あ、お気に入りの子だけあるってことかな。ほら、じゅんくんもあった。ここじゅんくんのお家やね。ちょっとお邪魔します。こんな感じ。すごい落ち着いた感じの部屋。雪だね。どうも。はじめまして。僕はエルデのじゅん。君、この辺りでは見ない顔だね。聞いてもいいかな？ Your name。 アイナくんか。いい名前だ。 Your name。 この島の住民は個性が溢れて魅力的だよ。よかったら声をかけてくらん。穴がち。何？穴がちって。え、それはつけてもらったのか、そういう口癖の子から移ったのか。いいな、こういう風に整えようかな。なんかこのちょっと微妙に互い違いになってる感じ、よき。よき。あ、なにこれ？マイレザで人手とか書いとるんや。かわいい。いいね、いいね。あ、そう、こういうの。あ、やっぱりあれやね。変わるんやね。この飾りというか。ってことは、6月ぐらいに夏仕様に変わったって思ったのはやっぱり間違いじゃなかったんや。そう、私こういうのしようと思って、このエイブルシスターズ前にさ、服を並べたいなっていうのは思ってたんよね。あ、いいね、いいね。そう、広場もこういう感じにしたいと思ったんよ。これなんか、ちょっとした池みたいな感じにしたのかな。池っていう大きさじゃないか。でもなんか水があるね。
桜が浮かんでいる。何これ、探してます。猫が行方不明、一応探してあげて。あ、すごい、なんかこういう感じの作り方もあるんやね。へえ、なんかちょっとした感じやけど可愛い。可愛い。あ、なるほど、そっかそっかそっか。このボルダリングのやつさ、公園に置くっていうのありか。そう、私どこに置こうかなってめっちゃ思って、最終置いてないんよね。いや、一回ちょっと子供部屋に置いてみたりとかはしたんやけど、なぜここに鏡が。あ、ここでイメチェンできるようにかな。そして探してます。めっちゃ必死で探しよるよ。見つけてあげて、誰か。あ、これや。この島でおすすめしたいスポットっていうの。イルミネーションスポット。え、めっちゃ綺麗じゃない？ゆきゆき。超綺麗。え、ちょっと待って。めっちゃ可愛い。いいな、私イルミネーション系のものさ、全然一個も集まってないんやけど。あれやね、至るところに、さっき向こうの商店街というか、あっちの方でも思ったんやけど、至るところにこうやって、DIY の机が置いてある。やっぱいろんなところで作れるようにってことかな。あ、すごい。あ、こういうの綺麗。めっちゃ綺麗。え、よくない？え、超綺麗なんやけど。いいね。あ、滝とかも作れるんやっけ。え、すごい。なるほどね。こういう感じの使い方か。へえ。なるほど、なるほど。あ、これが人のお家ということだね。エルデ島のアスナさんって言った。名前が近い。何これ、ビリビリ。止めれた。何これ、静電気発生装置。ちょっとよくわからんけど。一瞬水晶かと思ったけど、なんか違うよね。え、これどうなっとん。ポットなんか、布でくるまれとんやけど、かわいい。え、これマイデザー？こういうのがあるんかな？ちょっとお家の中へお邪魔します。あー、いいね、いいね。あ、ポスターが飾ってある。ちょい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 。あ、いいね。かわいい。え、めっちゃかわいいんですけど。え、超かわいいんですけど。いいね、いいね。これ誰やっけ？超かわいい。このヤギの男の子超かわいいよ。何度も言うけど。めっちゃかわいいよ。ちょっとカフェ風な感じ？あ、これさ、ツイッター上でめっちゃ話題になっとったんよ。この、サッチのポスター。サッチの二重顎が隠されていると。けどなんか、あつ森の世界でも、ポスターになると修正されているっていうのが話題になっとった。気になる部分は修正されるのね。え、なにあれ、ね、なんか上にさ、サンダル飾られとんやけど、ああいう感じで飾れるんや、壁に。へえ。私壁に靴とか飾ったことなかったな。へえ、そういう感じなんや、すごい。やっぱ DIY の机はいろんなところに置いておいた方がいいんかな。やっぱ外に置く分には、あの木のやつとかやったらそんなに景観も損なわん感じよね。はい、左の部屋へ。お、ここには DJ ケケ。いいっすね。このクマかわいいな。なんかザ・テディベアって感じ。こういうなんかシンプルなやつ持ってないんやけど、なんか普通に、ね、柄物とか。でもなんか、右側めっちゃ女子って感じやけど、左側ね、左側体鍛える感じっすか。これも乗れたらいいのにな。乗れんよね、別に。よね、つけるだけですよね。なんかこの飛び盛りまでと違って、気をつけんといかんところはあれよね、島の外とかを走って花を散らせてしまったら大変という。元に戻るとかじゃないやろうし。そう、私もこういうね、あれなんよ、水回りというかお風呂トイレっていう空間を作りたいと思ったんやけど、それは地下ができた時にしようかなと。あ、え、なにこれ、これ金魚？デメ金？金魚？え、こういう感じになるん？なんか鉢みたいなの。え、かわいい。金魚鉢。なんか思っとる感じじゃないんやけど。種類によるんかな？金魚とデメ金では違うみたいな。なんか上のこのタオルのやつちょっと高級っぽくていいね。いいね。
枠が金で、かかってるのがちょっとブラウンがかった感じのタオル。そしてここにちょっと、寝られるスペース。よきー。湯気とか浴びながら寝転びたい。はい、それ、おっと。お？あ、この壁からのやつがあるけん通れんってこと？一瞬何が起きたかと思ったよ。びっくりー。あれなんかな、こう、飛び盛りの夢見の時と違ってさ、あ、綺麗。こういう感じで綺麗に整えたいな。めっちゃ綺麗じゃねえか。私なんかもう、ね、花は生えっぱなしやし、最近全く整えてないという。え、すごい、なんかアニメよね。何のアニメか全く分からんけど申し訳ねえ。ただすごいということは分かるよ。てか久々ね。お、見かけない顔だな。もしかしてよその島から遊びに来たのか。オイラの名前はてっちゃん。知ってるよ。お前はアイノっていうのか。へへ、会えて嬉しいぞ。これからもエルデ島に来た時には声かけてくれよな。ジョリジョリ、懐かしい。あ、いいねいいね。そう、こういう感じのね、え、多分ここよね、この島での常吉が来るとこ。え、違うかな、こんなに広くない、もうちょい狭め。こういう感じのね、場所を作りたいと前に思ったんだけども、だけどもできてないという。なんかすごいな、いろいろと配置の仕方が。お、ブーケちゃん、服かわいい。何それ、マイルザ。やっほー、お客さんだね。はじめまして、あたいはブーケっていうの。エルゾトの暮らすアイドル志望のプリティーガール。あんたはアイナちゃんか。よかったらあたいとも仲良くしてよ。どうぞよろしくね、チェキ。かわいい。もうね、ブーケちゃんはザアイドルって感じよね。まさかのジョニーがいたんですが、しかも海賊版。私自分の島でまだ会ったことがないんよね。あ、サーフボードもこんな感じでリメイクできるってこと？かわいい。サーフボードリメイクしてみよっと。人のところで見て思った。あれ多分マイルだよね。はじめまして、私グミと申します。あまりお見かけしない方ですけど、嘘の島からいらっしゃったんですね。なるほど。アイナさんとおっしゃるんですか？エルデ島にお越しの際はお気軽に声をかけてくださいね、です。なんかあの、ジョニーとかさ、ああいうのってちょっとね、あれやん。夢見じゃないけんさ、自分とこで起きてない、会ったことないのに話しかけたら何かが起こりそうで話しかけられない。雪の結晶飛び寄る。あれも多分集めて DIY の素材にしたりとかするやつかな。そのうちうちの島でもできるようになるんだろう。あ、すごい。ジャンプで飛べる。そういえばね、あの島の奥の方にどこや、カフェがあると。あ、島の奥のカフェってこれもしかしてカフェ風って言ったけど、これなんかな、かもしれねえ。そういうことだったのか。あ、そうそうそうよね、ポストを移動できるようになったよね。私の島もポスト移動できるようになったんやけど、してないや。そしてこの先、なんかめっちゃ月でかいと思ったけど、あれはオブじゃね。めっちゃびっくりした一瞬。あ、すごい、結婚式会場ができとるやん。私一応このジューンブライドのやつ集めたけど、あ、何、いろんな季節にしよるってことか。ジューンブライドのやつもちゃんと集まっとるもんね、これ。あ、なるほどね、いろいろとこう変えていきよんやね。素晴らしい。え、てか結構でかいな。え、向こうの会場で見たときこんなにでかかったっけな。あ、そしてリサと改造の絵皿、これね、住民の家に飾られとったやつ。私ももらったよ。かわいい。てかこの月のオブジェすごいな、浮いとるやん。めっちゃ浮いてね。最初さ、めっちゃなんか月近って思ったけど、向こう側にもちゃんと月あるもんね。そして実際の月とは色が違うんやな。お、あ、かわいい。いいね、こういうのさ、小中学生ぐらいの時するよね。アイアイ傘であったんかな。もはや遠い過去のことすぎて、呼び方すら忘れてしまうという。あ、この砂の城って砂の色があるんや。へえ、その辺もリメイクで変えれるんかな。なん
かリメイクで変えれるんか、ゲットせんといかん色違いなんか、ちょっとねその辺の区別が。こんな寒い中ビリヤードビリヤード、私もねなんか和風系の家具とかはいろいろ集まりよんやけど、いまいちこう和風家具を配置するセンスが、和風だけじゃないけどセンスがないんすよね。あ、なになになに、あ、ここやカフェ、こっちだったこっちだったわ。あ、え、かわいい、え、この前出ためっちゃかわいいんやけど、屋台の、いいね、いいね。あ、これ私さ作りたかったけど全然未だに作れてない。で、これ横のやつアイスこんなんあるんや、え、かわいくないえ、超かわいくない、いいね、いいね。これ椅子もマイレザなんかな、なんかこういう柄のやつないよね、マイレザか。え、かわいい。え、このケーキどうなっとんやろ、これもなんかちょっとマイレザっぽい感じやけど、どういうやつ、んよくわからねえで、モルフォ飛びよりよ、モルフォお金が飛んでいらっしゃる。ほら、七夕の笹もちゃんとゲットしとるやん。夏も経験している。すごいなぁ。え、てか冬でもめっちゃ虫飛びよるんね。こんな飛びよんやっけ？虫は飛びよんか。え、もうなんかよくわからんくなってきた。見て、あ、自由の女神像みたいなのあるけど、なんか頭のとこライトアップしとる。へぇ、そういう感じの、そういうモニュメントみたいなのも置きたいよね。何ここ、あ、博物館や。なんかこういう感じでさ、奥の方にあったらちょっと神殿っぽくない超そんな感じせん。え、すごい、え、かわいい、こんなのもあるんや、座れるよ。何奥かわいい何奥超かわいいんだけど。あ、これも持っとった気がするけど、いまいちね使いこなせていない。微妙にここも入れるんやね。え、かわいい服さっきなんか普通にしれっと通り過ぎたけど、これはクロミちゃん、マイメロ、シナモンやね。え、よきよき。そしてほら、何ここ、熊の楽園ですか待ってなんでプロテイン、なぜプロテイン、結構なんかムキムキになりたかったりする人。え、こんなとこにドラが置かれてる。え、てかこの地面の前でさ、かわいいなかわ、これいろんなの組み合わせてこういう感じにしとるってこと？え、すごい。なんか私さ、こういう風に一個を延々と敷き詰めていく感じしか思いつかんかったんやけど、こういう風にいろんな柄敷き詰めるっていうのめっちゃ可愛いね。これ元からあったやつかな？でも多分この辺の元からあるよね。え、組み合わせ方でこんな可愛く見せれるのか。素晴らしすぎない？え、素晴らしすぎないっすか？この辺も、あれか？動物たちの家？あそこの家の住民はドラで起こされんといかんほどの寝ぼすけなんかな。ちょっと家の中おるっぽい気に入ろう。なんか作ってらっしゃるじゃないの。あんこちゃん。はじめましての方ですよね。私、あんこと申します。あいなさんとおっしゃるんですか。素敵なお名前ですね。エルデ島にいらっしゃった時は、こんな風にお話ししてくださると嬉しいです。そうです。ごめんね、邪魔して。カバ系住民。手振ってくれたりとかはないのね、作ってるときはあれかな、ここ多分さ、この島で一番高い位置やと思うけん、逆に寝ぼすけとかじゃなくって、ここの住人が朝起きてきて島のみんなを起こす感じかなそういう感じな気がするね。ここ一番高いとこやろ。いいな、ぬいぐるみ使ってこういうファンシーな空間も作ってみたいなとは思ってるんだ。そう、思ってるだけで何にもできてないんだけどなあ、すごい、なんか村の奥に、あ、これやん、プライベートビーチ。ここに常吉が来るんやね。え、かわいい。常吉なんかめっちゃ歓迎されてる感すごいんやけどそんな感じせん、半端ないよね。なんかすごい、なんか勇者様ご一行歓迎いたします的な感じ。それぐらい歓迎されてない？すごいなぁ。イルミネーション一個もないけん欲しいなぁ。
イルミネーション系もバルーンとかから落ちてくるかな。ね、そのうちゲットできるといいな。こんな感じで。こんな感じで。なんか冬の島っていうだけでも新鮮な感じあったけど。ね、やっぱ飛び盛りの頃と比べて外までめちゃくちゃできるけんさ、ね、すごかったね。見どころ満載って感じ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんこんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月4日木曜日の午後7時49分です。そして今日は住民のアイナさんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。嬉しい。では本日も楽しい一日になりますように。めっちゃさらっとした感じやった。お、モニカ。ねえアイナちゃん、今からいいとこに連れてってあげる。何も書かずにあたいについてきて。あは、これって一番仲いい子が来るんかな。え、てか外に連れ出される感じ。え、モニカの家やん。マジで？うちじゃなくて？そっち？おー。え、なんか可愛いんやけど、リボンつけとる。ハッピーバースデー。え、みんな服可愛い。みんな超服可愛い。え、ルーシー可愛いな。実はこっそりアイナちゃんのためにバースデーパーティーを企画してたもん。まずはそこにあるケーキの前に立って、ろうそくの火を A で吹き消して。あは。私、ガム膨らませてるんですけど。めっちゃいいね。ふぅー。ガム。ガムを。すごい。ねえ、みんなめっちゃ可愛いやん。なんなんそれ、パーティードレス。わー、誕生日おめでとう。あは。ここでみんなからアイナちゃんのバースデープレゼントがあるの。素敵な一年になるよ。みんなでこのバースデープレゼントに魔法をかけたから受け取ってね。かわいい。この三人が特別仲いいってことかな。中に何が入ってるかは開けてからのお楽しみだよ。あ、それから今日はもう一個アイナちゃんへプレゼントがあるの。準備してくるからそのまま待っててね。あは。モニカのリボンがかわいくてかわいくて。何あれ。それじゃあアイナちゃん、天井を見てみて。あれがサプライズプレゼントだよ。何あの星。えへへ、あれはピニャータって言うんだよ。みんなで協力して作ったの。あ、なんかさ、集まれピニャータっていうゲームあったことない前に。あれ、ピニャータっていう、何飾りとかそういう感じな。あの中には別のプレゼントが入ってるから、アイナちゃんにはこれで思いっきり割ってほしいの。割る？割れるの？あれ、段ボールじゃないんや。何あれ、吹き矢か何かですか。アイナちゃんの好きなタイミング開始するから、準備できたらあたいに声かけてね。あは。ピニャータ。割れるのか。どういう仕組みか全くわからん。なんかフリンジみたいなのついてるね。あんたがピニャータを割るところ、ここでね、いただきさせてもらうよ。だってね。ピニャータ、なんか、あれなんかな。外国とかに伝わる何かしらなんだろうか。アイナさんがピニャータを割るところ、早く見てみたいですよ。日本ではない習慣すぎて、いまいちよくわかってない。心の準備が OK になった感じ？それじゃ、ワクワクドキドキのピニャータ割りを始めよっか。ピニャータ割り。さあ、アイナちゃん、ピニャータの下にスタンバっちゃって。ふんふん。ピニャータは軽く叩いてもなかなか割れないから、素早くたくさん叩くといいよ。あ、叩いて割るんや。へぇー。風船みたいな感じでパンってなるんじゃないんやね。なるほど、なるほど、そういう感じ。あたいがせーのって言ったら、アイナちゃんは A を連打してね。それじゃあ、行くよー。せーの。だだだだだだ。頑張ってください、思いっきりだよ。全力でかかれ。ファイトです。めっちゃ。なに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 ？おー、割れた。え、カップケーキ落ちてきたよ。ね、床に散らばったけど大丈夫なんあれ。アイナちゃんなかなかやるじゃん。ピニャータは割るの上手だね。気になる中身はバースデーカップケーキでした。あは。めっちゃ無造作に転がっとんやけど、何あれ食べ物？サンプルとかじゃないよね。食べるんすかあれ。このバースデーカップケーキは、あたいたちからアイナちゃんへのバースデープレゼントだよ。あれなんかな、やっぱり外国で、誕生日こういう感じなんかな。中にプレゼントを入れるの？ピニャータっていうの。
たくさん作ったから一人で食べきれないかもね。やっぱり食べるんや。もしよかったら友達にもお裾分けしてあげてよ。きっと喜ぶんじゃないかな。というわけで、あたいたちからのサプライズはこれで全部です。えへへ、どうだった？あいなちゃんの心に残るようなパーティーになったら嬉しいな。残りの時間は自由に楽しんでてね。あは。すごーい、なんか、ね。なんか、あれじゃない？動物の森から知るようなイベントとかそういうのいっぱいあるよね、結構。私、家具とかも動物の森で知るの多いもん。ピニャータ割るの、すごくお上手でしたね。尊敬しちゃいますよ。ピニャータ割りってそんな尊敬されるようなことなんや。ここの飾り付け、一部手伝ったんだよ。これでパーティーも盛り上がること間違いなしさ、だってね。てかね、思ったんよ。主役の私めっちゃ地味じゃね？格好。みんななんかめちゃくちゃね、綺麗に着飾っとるけど、私何これ？ラフすぎん？やば。なんならちょっとね、私だるだるの服着とんやけど。やば。お誕生日に食べるケーキって、やっぱり特別な感じがするよね。あは。いいよね、誕生日ケーキ。この手前にあるのは一口シュークリームって感じかな。ちなみにプレゼントの中身は、バースデーハット！これがプレゼント？プレゼント？その場に身につけるようじゃね？あ、でもなんかあれやね。なんて言うんやろ。なんか、飛び盛りの時ってさ、こういう感じの被り物って、ちょっとなんかバランスが悪かったような気もするけど、厚盛りになって、いい感じになった？てかね、ね、みんな写真撮ろう、写真。ね、写真撮りたいんだけど、みんなこっち向いてくれる？とりあえずあれか。このあたりに。みんなこっち向いて。てか止まって。なんなら押しのけられようんやけど、私めっちゃ。このフィルターめっちゃ可愛いよね、ポップ。はっ。いやー。あ、でもみんないい感じかな。かわいい。よき。ありがとう、みんな。何歳になってもお誕生日ってワクワクしちゃうよね。あは。それは思う。今日のアイナさん、とってもキラキラしてますよ。やっぱり一つ大人になると輝きが違いますね、よ。マジで、そんな変わった感じないけど。やっぱパーティーの主役はオーラが違うね。今日はあんたが眩しく見えるよ、だってね。私的にはみんなの格好、特にモニカの格好めっちゃ可愛いんだけど、え、てか何、魔法？家の中に入った途端に格好変わったよね。そうやったよね。ありがとうみんな。めっちゃ嬉しいです。あ、帰るんだね。今日は超楽しかったよ。また来年もパーティーしようね。あは。こういう感じなんやね、集まりの誕生日パーティー。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっと今回もね、他の人の島にお邪魔したいと思います。にしてもめっちゃいい天気やったな。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？お出かけしたい。ラジャーです。では、どちらに行かれますか？通信で出かける。近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらでお出かけしますか？ってことで、インターネットの島で。では、インターネットに接続します。オッケー。ただいま、人食い島がお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか？行きまーす。では、良いフライトを。グッドラック。いやー、楽しみすぎる。飛び盛りですらね、めっちゃ作り込んどる村やったけん、さらになんやろうな。やば。まだ見てないけど、すでにやば。来たよ来たよ。アテンションプリーズ。当機は間もなく人食い島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前3時40分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。当機は間もなく着水いたします。
今ジャックおったね。かわいい。おーし、人食い島に到着。いいね。でもなんかパッと上から眺めてみた感じ、あれかな、普通に、びっくりした、なんかと思った、カブトガニやっけ。こんな感じでおるんよ。ビビる。直せないんすか。これもうひっくり返ったまんまなの。あ、起きる。おーすごい。へえ。あ、浜辺とかに置けるんやね、カブトガニ。てか取ったことない気がするけど、なんかちょっと田舎町っていう感じなんかな。ね、上からパーッとこう眺めてみた感じは、普通に綺麗な感じやったよね。砂のお城。で、家の中それぞれが違ったホラーになっとるらしいんやけど、なんか歌聞こえん？トタケケ？がおるってことかな。この辺は、動物の家ゾーンってことかな。私今のところさ、このマークの、マップ上のマークの見方もいまいち把握できてないけど、多分この辺のは動物の家やね。ん？なんかいっぱい。魚たち。あ、すごい！なにこれ？干物？へぇ、こんなんあるんや。いいな。いいな。なんかこういうの、いいね。へぇ、びっくりした。なんかと思った。ちょっと焦った。これってワカメ？ワカメも置けるの？へぇ、これはマイデザよね。何のマイデザなんやろ？なんか、得体の知れない生き物。エイリアン的な？エイリアン的な。ねぇ、ちょっとかわいい、ジャック。おや、君はルーキーかい？おっと失礼。よそからのお客さんなんだね。はじめまして、僕はジャック。溢れ出すパッション。人食いの猫さ。人食いの猫、怖い。朝日できらめくオーシャンビュー。星空は瞬くイルミネーション。雨音はまるで初恋のメロディー。キザだな。この島の自然は素晴らしい。ぜひ君も味わってほしいにゃん。語尾が可愛かった。これは自分で設定した語尾ってことかな。え、可愛い。これ人の家ってことよね。ソーセージやって、ソーセージ。でもってこの、入り口のさ、ドアめっちゃ可愛くない？魚や魚。これは、こういうのが DIY で作れるんかな。お邪魔します。おーすごい、ウェルカム。これはこういうのがあるんかな。なんかね、最初に訪ねた島もさ、なんかこういうラグの S のやつさ、可愛かったんやけど、私そんな可愛いの全然出てこないんすけど。どこで手に入るんでしょうか。この壁紙、めっちゃ可愛いんやけど、何マイデザ？超可愛くない？すごいおしゃれよね。すっごいおしゃれよね。可愛い。すごい、何これ。めっちゃなんかサインなんやけど、漫画家さんたちかな。可愛い。いいね、いいね、なんか。そして、おしゃれだわ、食器たちも。はい、それじゃあ、左の部屋へ。でもあれよね、入り口入ってすぐがおしゃれやったけんって、気を抜いてはいけないのが、ここは人食い島ということだ。こっちはなんか海鮮系を扱っとる感じ？ちょっとこのぐらい。でも普通に綺麗よね。でも外のソーセージって、豚の絵やったけど、本当にちゃんと豚なんかな。私ジューンブライドの家具全然行かせてないんやけど、てか飾ってもない。奥は厨房。あ、でも普通に、あ、ウニってこういう感じで置かれるんや。へえ。なんか全然こう、私魚もそうやけど、魚一応奥の部屋に今ちょっとだけ置いとるけど、あんまりね、室内に置いたりとかしてないけん、全然どんな感じで置かれるんかもわからんよね。パスタやん、パスタ。ごめん、火止めた。いいね、いいね。普通になんかおしゃれで美味しそうな感じ。私この辺のスープじゃあ、キャンプ場に置いとるわ。
なんか色の組み合わせとかもいいよね。これはやっぱり、いろんな人と協力して集めたとかそういう感じなんかな。ちょいちょいツイッター上とかで交換しませんかとか、これ持ってますよとかあるもんね。お、右側の部屋、ここなんか絶対 VIP な感じや。あ、これあれかな、予約してさ、なんかお祝いみたいな。それでなんか、こっちの VIP 部屋に通されたっていう感じか。いいね、いいね。これ何の魚やろ。そっか、何の魚かはわからんが、びっくりした、電気が。こういう風に、こういうおしゃれな感じで絵画も使えたらいいんやけどね。今のところ全然こう、常吉がやってきとるかもしれんけど気づけんけん。全然絵画が集まらねえや。はい、そして、2階へ。あ、2階は中華？え、いいね、いいね。これ何？あ、カレーとかヒラメとかそういう感じか。ヒラメの方？でかかったんやっけ。すごい、タコこんな感じ。え、タコって、これはあれ、潜って取れるやつ。あ、すごい、なにこれ、スッポン、カミツキガメか。いろいろと、なんか飾ったらこういう感じになるみたいな。全体的に初めて見る、すげえ。コバンザメって食べれるん。いいね、いいね。なんかいろんな食べ物屋さんが集まっとる感じ。じゃあ地下は和食とかかな、違うんかな。ん？今のところ特にソーセージで出てないけど、別にあれか、ソーセージ専門とかいうわけじゃなくって、そこの料理で使われとるソーセージの中、ソーセージがおすすめみたいな感じ。はい、それじゃあ地下へ。おう、なんか急な、急な人食い要素きた。急な人食い要素きた。誰？花嫁さん。え、あれですよね、あの、VIP 部屋に、VIP 部屋で予約してた方ではないですよね。あ、こいつはなんかウェディングケーキあったけど。へへへ、怖い。え、これ落とし物飾れるってこと？うわ、これ外に飾っとった方はこっちの豚のソーセージやけどさ、見てこれ、明らかな人肉やん。人やろあれ、四つん這いになった。恐ろしい。ほら、そしてなんかこのね、ポップな音楽もね、ちょっと狂気じみた感じがするよね。そしてこれも多分あえてこの色をチョイスしとんやろうけど、人の血っていう感じの色よね、ミキサーの中も。いやー、ここで食事をとっている人は一体誰なんだい。だって、この人専用ってことよね、ここは。えーい。これ何？業務用冷凍庫？えー、そんな感じ。なるほど、こういう感じなのか。なんか箱がいっぱい詰めてあった。へえ、ポップな音楽でこんな、ね。もうなんか一軒目は、すべて綺麗、かわいい、すごいで終わると思ったのに。そんなことはなかった。やっぱね、人食いだもんね。地下は和食かもとか思ったのに全然違ったわ。地下は人食でした。はい、そして、なんかこういう感じの、あ、いいな、なんか道の作り方もこういうくねくねってした感じ、いいな、おしゃれだな。なんだかすごくおしゃれだな。どこから歌声が聞こえるんやろ。なんかここのドアすごい豪華じゃない。めっちゃ豪華じゃない。誰の家これ。トンファン、多分ゾウ、名前の響き的に。あ、すごい、なにこれ、 DIY スペースあるやん。そういう感じ。ここがあれかな、島の中心ってことかな。マップ、あ、中心なわけではない。なんかあれか、ちょいちょいそういう場所があるんかな、もしかして。あ、なるほどね。このベッドを車に見立てる。あ、なるほど、そういうやり方があるんか。確かに。確かに、車こんかなって思いよったけど、車型やもんね、このベッド。なるほど。
うん、ちょっと、うん。ちょっと私もそうしてみよう。今なんかヤシの木に虫止まっとったけど、私の島一回も止まっとったことないんやけど、どういうこと？何かあるんすか？どうしてそんな感じなんだろう。家に自販機めっちゃいいやん。超いいやん。ということでちょっとお邪魔しますね。2軒目。ここは病院？お、ジャック。見て見て、なんか服装が。やっぱり今着とるやつとは違うんよね。これが元のやつかな。ベスト。ここは病院の待合室ということでいいんだろうか。じゃあとりあえず、左の部屋から行ってみましょう。なんか、ちらほらと、本やノートが落ちているのは一体何なんだろうか。うん、ここは病室だね。大部屋。足の悪い人がいるんだね。ここはなんかモビールついとるけど、子供とかなんかな。そういうわけじゃない。部屋全体の感じかな。ぽいね、ぽいね。さあ、そして、次は奥の部屋に行こうか。あ、ここは診察室ってことやね。ふんふんふん。こういう感じで。まあ、ごく普通な。こんなところも映されてしまうのか。だってさ、なんか、服、びっくりした。動くんやね、このカメラって。動くのね。だってさ、こうやって座って診察してもらいよってさ、服たくり上げることみたいな、ない？いや、まあ、子供のうちしかそんなんないけど。大人だったら大体ね、服の下から手入れるぐらいやけど。かわいい。これ、いちごのやつ？プロテイン。めっちゃかわいいんやけど。私なんか、いかつい感じのしかなかった。何あれ？なんか壁に貼ってあるやつ。ああいうのがあるってことなんかな、ちゃんと。作ったわけじゃないよね。多分。わからんけど。わからんけど。はい、そして、右側の部屋はなんか、これはな、どうしたんだろう。入りますよ。ひえ。なるほど。こういう感じだから、ちょっと止めてあったのね。これは、殺してください。何？ここで何がされてるの？なんか、診察して選ばれし者がこっちに入れられるってこと？なんか、撮影スペース。殺してください。そしてなんかちょっとした布団。ここで何されるの？撮影ではない、照明があるだけ？なんなんやろ。監視カメラとかは、この部屋にはついてないね。なんなんやろ。この部屋で一体何が行われているのか。関係者以外で立ち入り禁止ってことよね、ここ。ずっとあそこで過ごさされよんかな。ね、わざわざこんな看板を立てかけて、こっちには入るなと。怖いよ。はい、2階へ。病院でしたよね。なんかマンボウってこんな感じで入れられるん？何の自由もないやん。まあ、いけすやけん。いけすってことか。待って、こんなところにもおるし。何これ？モスラ？でかすぎん？なんか知らんけど、が、模型にしたらこんなでかくされるん。もっとちっちゃくていい。いやー。なんて不気味な部屋。うわー、ちょっと待って、座った。座った。これは人の顔ってことでいいんですか？なに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 ？ここで、特殊な生物と、待って、ダイオウグソクムシなんでケースから出てるの？ああいう感じになるの出てこようとしないで。なんかこの部屋さ、特殊な感じの生物ばっかりおるけど、人と組み合わせるわけじゃないよね。別にキメラにされるとかそういうわけじゃないっすよね。
だって病院やけんね、そういうなんか整形手術的な。へえ。え、なんかさ、あの2階には顔があったけど、地下には、ええー、びっくりした。めっちゃびっくりした。なんかと思った、ゾルさんか。焦る。超絶焦る。これは実験に使われるモルモットということよね、きっと。なんかめっちゃ何が動いたんかと思って一瞬焦るし。そっかそっか、そういえば地下にいますって言ってたな。なんかゴキブリいるんだけど。へえ、ここはここでなんか不気味なものばっかりいるな。これは何これ。怖い、怖いよ。ブル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 。ここでは一体ここでは一体何が行われているんでしょう。やっぱここゾルさんのところってことなんやね。外になんかポストがあるなとは思ってたんだ。え、何ここ、ここで何かが買われて。怖い怖い怖い。プルプルしながら近づいてこないでください。へえ、こういう感じ。でも何かしら、え、ここに寝かされていた人があそこで切り刻まれているの、そういうことか。ぽいよね、ぽいよね。へえ、そういう、あ、しかもなんかこれ撮影されてるね。え、ここで何か解体衣装を映してたということだ。へえ、ちょ、怖い怖い怖い、笑ってる。笑ってる、狂気じみてるよ。ふわー。ここは狂気のゾル先生の病院ということなのね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。最初めっちゃ綺麗なところってなっとったのに、だんだんとね、狂気じみた部分が出てくる。何これ、セミの抜け殻。何が止まっとんかと思った一瞬。何これ、かき氷、オレンジのかき氷。いいねいいね。私もこのね、かき氷のマシーンね、この間ゲットしたんやけど、どこに飾ろうかなって思った。やっぱ屋台よね。ただ屋台を今後どこに置こうかなってめっちゃ思いよんよね。ここは何か、発電、発電所。すごい。あ、なるほどね。なんかこう、いっぱい電柱並べたら、ああいう感じにできるんか。ひっそりと平和な感じで。あ、これ模型な。へえ、表から見たらなんか、違う感じに見えるわけっすね。そして、あ、なんか、お墓が並んである。そして周りには菊の花。あ、ちゃんとそれぞれの前にもなんか菊が備えられとんやね。ちゃんと一輪挿しに入れられて。ほうほう。え、なんか血が落ちてない、これ。ほら、血が、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。見えた、見えた、あっこにね。ほら、顔があるんだけど。何これ、誰、なんか周りにお札みたいなのあるよね。何これ。え、怖い怖い怖い。なのにこのね、村全体はやっぱすごいのんびりとした音楽がかかっとるけん。びっくり。なんか家をこういうね、神社みたいな感じに見せるっていうのがすごいな。じゃあちょっと入ってみましょうか。お邪魔します。え、暗くないっすか。おお、なんかここはもう入って速攻おどろおどろしい感じなんですけど、すごくシーンとしていらっしゃる。何、何か怪しげな儀式が行われてたりとかします。お、お葬式。なんかこういう感じの場所、村の時にも見たことがある。誰なんだろう。
誰のお葬式なんだろう。とりあえず、ここで。あ、よかった。何もない。とりあえずね、ホラー村、これ島か。は必ず、いろいろキョロキョロといろんな方向を見ていかなければ。誰かのお葬式が行われてるね。お、あ、でも奥は普通な感じ。ね、普通の神社って感じやね。なるほど。こんな感じで。すごい。え、これスピーカー？へえ、貝のスピーカーや。そんなんあるんよね。これってもしかしてクッションとかかな？あ、やっぱり。へえ。なんかもうね、家具自体見たことないものがいっぱいあるけん。何を見立てとんかも。いまいち。はい、そして、右側の部屋へ。なんか手出てんだけど。ん？ムカデが出てきている。待って待って待って。ねえ、誰かお墓から復活してるよ。なんか、真ん中のお墓動いてますけど。誰？誰よ。何これ？骸骨。え？え？なんかお墓の後ろに体がある。血出てるし。ほら、こっちも。なに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 。なんかこういうね、角度変えんとわからんような仕掛けめっちゃビビるんやけど。なに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 。そして、なにここなんか全体的に怖いんだけど。2階があるのかどうか階段も見えねえ。ここは、誰？え、さっきさ、左の部屋女の人やったよね。旦那さんか何か？別の人？でも横なんかもうすでに他の女の人かなんかおるよね。え、どういう状況なんやろ。でもなんか宴会が行われ。宴会？でも、お線香。ん？何？何の儀式ですか？ん、別に何も。え、これもしかして、あれ？死んだ人と結婚させられよるってことかな？あの左の女の人とは関係なく。え、待って待って待って。血ついてるよ、これ。ほら、多分これ、この女の人がさ、死んだ人と結婚させられるんやない？なんかそういう風習あるって聞いたことあるけど。なんか結婚できんまんま死んだ人をなんか嘆いて、親族が、なんか死んだ自分のとこの、ね、息子とかと生きてる女の人を結婚させるとか。ほい、そして地下へ。なにこれ、めっちゃなんか手形があるんやけど、しかもなんか超パネルいっぱいあるけど、お面。超パネルいっぱいあるんやけど、なんかさ、なんかありそうじゃない？あ、いや、大丈夫。ぶ、びっくりした。ろうそく。ろうそくと菊の花。そして、なんか手、え？なんか、この絵から人出てきおらん？え？これ、あれかな？左側におった人？あの、お葬式あげられよった人？か？なに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 、外に出てこようとしよりよ。え、てかこれ、もしかしてなんか儀式とかじゃないよね。呼び出す儀式的な。で、これ徐々に入り口に近づいてきよるってことかな？手があった。待って、こっちやった。へえ、やっぱ和風ホラーめっちゃ怖いよね。恐ろしいや。この奥はなんかあるんだろうか。あ、すごい、なんか。え、なんか、地形がすごいな。そして、やっぱり、あるのね。やっぱり、スズラン、あるんすね。絶対私、そんな、島の評価最高にできんねやけど。なんか、この中にさ、あ、え、どっから降りるの？あ、こっから降りるのか。ほうほうほう。一周してしまったで。なんか隠されたお家があるんだけど、遺跡みたいな。これ何？なんか床の。
ガザガザしたやつ。お邪魔します。ん、何ここ。ここは未開の地下。何これ。え、これ何、ゴキブリ。ゴキブリや。そして腐った株に。な、何原人ですかね。なんか太古の。すごいな、遺跡やね。へえ、そういう感じ。なんか葉っぱのお面が飾ってある。え？え、これは、何？なんか女の人ばっかり殺されとる。しかも結構なんか、お金持ちっぽい感じじゃない？みんな。何何何？生贄？何かしらの生贄ですか？王への生贄的な感じ？ 5 人も殺されてるんだけど。しかもなんかいろんな国よね。なんか、チャイナっぽい感じもあれば。この辺はエジプトとかかな？え、怖い怖い。この辺洋風な感じやし。なんなんやろ。なんか各国の姫が殺されとるとかそんな感じ？なんかこの古代の遺跡でとんでもないことがあったのね。あの手前で骨になっとった人たちは一体なんなんやろ。姫を守ろうとしていた人たちかな。ん？なんか、菊の花か。赤い何かがあると思ったら。あと、行けてない家とかは。あ、なんか、こっちの、こっちから行くんじゃないんかな。向こう側からか。地形すごいね。あ、てか、あれなんや、笹の葉。大量に買ったらこういう感じにできるんやね。ほうほう。あの地は一体何やったんやろ。あの地と、あっこから覗いてる人は。こっちからかな。なんか全然違う場所通りよるかもしれんけど、もしかしたら。あ、こっち側。ほうほう。列車でこっちの方に来れるわけね。ほら、なんか定期的にこういうガザ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 みたいな感じのがあるんよね。あ、なんかこっちの方に。何そこ。あ、果樹園とかかな。え、ソーセージ、ここも。肉。農場。なんかすごい、肉って書いてある。え、なになになに？なんかね、外だけ見たら平和な農場って感じやけど。かわいいなぁ。かわいいなぁ。いいね、鳥たち。かわよいかわよい。あ、これもしかして馬ってことなんかな？ふんふんふん。これは誰か、住人の家？ぽい感じよね、多分。あ、こういう感じで、なんか一つの家の中の施設みたいな感じに見えるんか、外から見たら。面白い使い方、建て方。ん？もうなんかね、平和な感じに見えるけど、あそこに斧が、あ、でも木こりとかって感じやったら、そうか。あ、すごい。蜂の模型が。はい、それじゃあお邪魔します。お、中も平和な感じよ。かわいい。いっぱい鳥がいる。あ、ここは鳥小屋ってことかな、まあ。なんでこんな網があるんやろ。ん？このお風呂は一体。ちょっと待って、左の部屋へ。ん？これなんか、え、めっちゃ血出てない？これ多分このかかしは農家の人ってことよね。農家の人に見立てとるってことよね。え、なんか血出てるよ。どういう状態？スイカの汁が出とるわけじゃないよね、別に。ね。なに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 、何が起きたの？ここで。そして、あ、下これなんかちょっとぬかるんどる感じなんや。ペチャペチャいるのなんかと思った。はい、奥の部屋へ。へえ、奥めっちゃゴキブリ。お、え？え？人よね？めっちゃなんか、
ペットの餌みたいなの置いてあるけど、ペットの餌と水みたいな、飼われてったの？しかも多分死んでからめっちゃ経ってんじゃない？ゴキブリとムカデがいるんだけど。あ、包丁。まあ、最終的には肉をそぎ落とされたってことよね。え、なんかめっちゃいっぱい靴ない？これだけの人が殺されたってこと？え、てかあれ、棚の一番上にも靴があるんやけどさ、あれはあそこにも置けるってこと？空いてるスペースに物が置けるってこと？え、すごい、知らんかった。これ確実に4人の女の人は犠牲になっとるよね。え、めっちゃやん。さあ、そしてなんか真ん中の1匹黒いね、この子だけ。はい、それじゃあちょっと右の部屋へ。あ、肉が、ここで出されている肉は、でも一応なんか周り動物の骨が欠けてあるけど、どうなの？これはちゃんと動物の肉なんすか？それとも、さっきの部屋で見た人たちなんすか？その辺がちょっと怖いところよね。何？いっぱいパンフレットあるやん。雑誌かな？この子一匹だけじゃなかった。こっちにも黒い子おった。さっき入っていく瞬間に見えた。はい、そして2階へ。おー、めっちゃなんか煙。何これ？ん？これってこういう感じの床があるってこと？それとも、え、何？この煙どこから出てるの？こういう床なんかな？え、よくわからんけど、すごい不思議な感じ。この部屋の肉は、人か？さっきの部屋は多分、普通に動物かな？この部屋はちょっと、どうなんか、わからんね。なんか、一応、ポリバケツみたいなのいっぱいあるし、段ボールも大量にあるんだけど。どうなんでしょうか。何あれ、巻き背負うことができるん？へぇ、なんかいいね、かわいいね。かわいいっていうのもあれやけど。はい、そして、地下へ。え？ゴミ袋と、周りなんか、ワニおるくない？え？ワニの餌？人か？多分、この中人肉が詰められとって、ワニの餌ってことよね。びっくりした、ワニが一瞬動いたように見えた。気のせいか。ここから、はーい、餌の時間だよー、みたいな、恐ろしい。恐ろしい。すげえな。さあ、そしてほんと、ここが私が違うね。まだ奥に1軒あるんよね。今のところ全部行ってる家。1軒、2軒、3、あと1軒ってことか。一番奥、あれ、ここは行けないっぽい。こっちからか。ってことはこの線路をたどっていけばいいっていうことだね。うんうんうん。なんかめっちゃ黄金が積まれてあるんだけど、何ここ。立ち入り禁止よ、立ち入り禁止。この先なんか洞窟みたいになったのかな。線路ってもしかしてこれなんか洞窟とかに入っていくってこと？お、何これ。カラス。一瞬悪の組織のマークか何かかと思った。すごーい、渡っていける。なんかちょっとカミツキガメおるけど、すごいすごい、いいね。ぴょん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 。あ、お墓や。これはもともとお花が乗ってるの、上に。ね、めっちゃカラスおることない？これはめっちゃ不気味な感じ。ここは洋風なお墓やね。そしてここにもお墓。そしてこれが最後のお家ということね。黒いバラに囲まれた家。お邪魔します。魔女みたいなのおるんかな。
あれ、綺麗。結婚式場やった。ん？何何？別に特に。うん、普通に教会やね。待って、左の部屋へ。ここで何か読み物をしていた人が。暗いっすね。これつけても暗かったわ。なんなんやろ。白いバラが一つ。なんかこういうのってたまにさ、花言葉とか関係してる時あるけど、いまいち花言葉を知らないんだ私。普通にここの白いバラと合わせただけかな。いい、そして奥の部屋へ。え、なんか牢屋があるんですが、ここの人たちは人を閉じ込めたがるね。え、なに、なんかノコギリとかいろいろあるよ。そしてこれは聖書かな。ここに誰かを閉じ込めて何か読んでるの。なんだなんだ、誰が監禁されてるんだ。教会やし、なんか悪いことした人が懺悔のためにあそこに閉じ込められるとか。そして右の部屋は何か回転したらありそうな感じがしません。お、なんなんやろここ。なんか手紙を書く場所が。なんで椅子ここにあるんやろ。なんか微妙な位置にない？面会か何か？違う？え？違うかな？なんかこの真ん中の部分にさ、こっち机と椅子があって、向こうにもなんか椅子があったやん。鉄格子みたいな感じじゃない？これ違うんかな？囚人じゃないやろうけど。はい、そして、2階へ。なに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 、急激になんか、悪魔召喚されそうな感じになった。絶対そうよね、黒魔術的な何かよね。ほら、魔法陣あるし。この儀式のためにカラスの犠牲が必要やったんかな。そして、何か人も。怖いけど、ピンクのキャンドルかわいい。あ、ピンクのキャンドル、これあれかな。結婚式のやつかな。これ何？ろうそく下の方になんかハーブみたいなのついてるやん。おしゃれ。そういうことじゃない。何を呼び出すんやろ。悪魔かな。なんかカラス、そういうイメージやもんね。ちょっと怖い感じのイメージ。そして近い。地下には4つのお墓。これは人のお墓ということか。これ何の頭？そして大量のゴキブリとムカデ。びっくりした。花にびっくりした。なんでこんな壁はちょっと飾られてるの？花で。クモの巣とか張ってるけども。これは？なんかちっちゃい骨が、化石が置いてあるけど、あれは何なんやろ。そしてこれは、誰のお墓ですか？儀式で犠牲になった人がおるってことかな？それとも奥の部屋で監禁されて死んだ人がおるってことか？とりあえず、多分一般的な人はここの部分しか知らんっていうことなんやろうね。そしてこの教会の闇的なものが、でも外めっちゃ闇だらけやったけどね。ここにたどり着くまでに多分普通の人はおかしいとは思うやろうけど。普通の教会と思ってはこんやろうけど。謎の黒魔術的な儀式が行われている。ん？待って、あ、なんか右を、あれや、カモやった。カモやったわ、普通に。この奥、誰か死んだ人がおるとかかな。別にそういうことじゃないんかな。そして、あ、
こはキャンプ場なんやね。なるほどなるほど。やっぱ色ごとにこうやって花分けた方が綺麗だな。まあそりゃそうなんやけど、びっくりした、雲めっちゃびっくりした。そうやね、確かにここにもそういう使い方があるのか、模型。まあ、常にそこに虫がおるような感じにできるもんね。うわびっくりしたいちいち模型にビビるっていう。すごーい。なんか島ね、全体的にすごい綺麗な感じやし、家の中はめちゃくちゃホラーで凝っててやばいっすねやばいっすね。どこから出ればいいんかがわからんかった一瞬。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速飛び立ちますか。今回もゴーゴー行きましょう。今回行く島もね、飛び盛りの時に2軒って言うんかな、呼び方2軒は村に行ったことのある人のところなんだけども、通信で出かけます。飛び盛りの時はね、ダラーン村とロンリー村に行ったんだけども、今回はね、ダラーン島らしいよ。はい、インターネットの島へ。ではインターネットに接続します。 OK。ただいま、ダラリン島やっか。お客様を受け入れておられるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか。行きまーす。では、良いフライトを。グッドラック。行ってきます。いいね、カモメの声。カモメなんかな。ドードーじゃないよね。出発。アテンションプリーズ、陶器は間もなくダラリン島に到着いたします。かわいいんだけど。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午後0時36分、天気は晴れ、気温はそれなりでございます。陶器は間もなく着水いたします。めっちゃなんか夢の国みたいな感じやった。ほい、ということでダラリン島に到着。いいね。あれってさ、毎回思うやんやけど、私が乗ってきた飛行機のってことよね。これだ。プレゼントをご用意してありますって書いてくれとったんよ。嬉しい。なるほど。そしてこの服装で、楽しんでねということだね。お着替えします。純白のドレス。ヒヤシンスの冠、クール。クール。あ、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。純白のパンプス。スターなポシ。おー、いいっすね。このヒヤシンスの冠めっちゃかわいいんやけど。いいね、いいね。なんかイースターのやつってさ、めっちゃなんか頭の上に浮いとる感じやったやん。こんなにしっくりくるものなのね。めっちゃかわいいんだけど。プレゼントなんやろ。置いちゃった。ちょ、待って。置いちゃった。開ける。スターライト。ヒヤシンスのランプ。お、嬉しい。ちょっと待って、一回置いてみていいですか。そのまんまだった。なるほど、自分の島じゃないと見れないのね。オッケーです。オッケーです。あ、いいね、なんか。入ってすぐに、こういう感じで。やっぱ滝をこういう使い方するのいい感じやね。モニュメント的な感じで、すごい。てかノームの置物ってこんなパステルチックな可愛いやつあるんや。なにここ、なんかめっちゃドリンクフード。こっちはこっちでなんかニュー、いいね、パフェみたいな感じかな。てかあれか、スタバみたいな感じ。めっちゃ可愛いんやけど、この辺一帯がなんかそういう食べ物とかいろいろ。可愛い、見てこれ、猫なんだけど模様、めっちゃ可愛い。こっちは鳥かな。人参乗ってる。キャロットケーキ。フレッシュフルーツ。よき
いいね、いいね。え、なんなんやろ、ここ一帯がなんかちょっとした、イートインみたいな感じなんかな。イートインというか。カフェ。いいな、なんかこういうね、広々とした感じで。新しい。え、ちょっと待って。ちょっと待って。噴水もこういう感じのがあるんや。私、噴水めっちゃ普通な色じゃなかった。ね、見て、なんかこれ一匹だけノームの置物、めっちゃ悪そうなやつおるんやけど。サングラスかけてる。あ、これはなんか鼻メガネなんやね。サンタさんみたい。あ、一個一個微妙に。違いがあるんや、ちゃんと置物って。色が違うだけやと思っとった。ね、素朴な感じの顔に。これちょっとなんか、なんていうんやろ、まぶたが重そう。まぶたが重そう。そういうこと？あ、そうそう。私この、これよ。あれってさ、星のかけらよね。あの、流れ星に願い事した次の日とかに降ってくるやつ。あんなでかいの、私今んとこ降ってきたことないけど。でもあれやね。あれ、さっき飛行機の眺め？あっこから見た時から思いやったんやけど、そっか、それを飾るという方法があるのかと。かわいい。あ、いいね、いいね。やっぱ外にこういうくつろぎスペースがあるのがいい感じなんかな。お、ここは、ゴミ捨て場ですか。こういう感じ。なるほどね。なんかそういう、あ、このお店のってことかな。そういうことかもしれない。はい、そして、あ、見て、この子びっくりした顔しとる。かわいい。いいっすね、いいっすね。うわー、いいなー。浜辺をこんなおしゃれな感じで使えるのか。こうなんか互い違いになってる感じもすごいかわいい。いいね、いいね。浜辺、私こんなおしゃれにできてないわ。全くできてないわ。はい、それじゃあちょっと、ここはベーカリー、パン屋さん、ケーキも売ってるっぽい。お邪魔します。おー、すごい、なんか思った以上に豪華なケーキだった。普通にあのショーケースに入ったショートケーキとかを思い浮かべとった。全然違ったわ。あれかな、イベント専用とかのケーキ屋さんかな。要予約みたいな。お、左は教会やね。あ、なに、教会の横でもうなんかそのウェディングケーキを作っちゃってる感じ。そういう感じっすかね。すごいなぁ。綺麗。いいね、いいね。やっぱこういう感じのもいいよね。なんかピンク系ばっかりちょっと思い寄ったけど、教会の。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥で、ここでケーキが作られるんやね。あ、この色のミキシーやって。この色のミキサーいいなぁ。私、あったやつ何色やったっけ？白か水色。なんかそんな感じの色やった気がする。やっぱね、なんか家具とか、パステルチックな色がいいよね。かわいい。あ、ピザも焼けよりやん。よき。よき。こんな綺麗に配置できないんですけど、私。そっか。このフライパンとかかけとるやつってさ、横にかけるって言ってもあるんやね。私、正面しか考えてなかった。キッチンの正面しか考えてなかったよ。はい、そして、右の部屋へ。あ、トイレ。めっちゃ広々としてる。おしゃれー。なんか、あれやね。鼻のいい匂いがしそうなトイレやね。いいな、いいな。こんなとこでくつろげてしまうのか。いや、でも私、思ったんやけどさ、何、男の人のトイレは入ったことないけんわからんねえけど、女子トイレってさ、座るところあったりするよね。場所によるとは思うけど、私大学とかのトイレでもさ、中に座るスペースあったもん。便器以外でね。当然ながら、便器以外で。まあみんな大体そこでお化粧をするということなんだけど。はい、上の階へ。
あ、かわいい。え、めっちゃかわいい。え、待って待って待って。ほら。あさみさんときぬよさんのポスター。あれも、あれかな。この何？パニーさんのところで呼び出したら、買えるようになるってことか。なんか、商店街勢も、いけるんすか、そういうの。え、待って、ラグかわいい。めっちゃかわいい。え、多分これは、前デザインよね。え、超かわいい。めっちゃかわいい。ここは、あ、多分これ布の部分がいろいろ変えれるんやな。ほうほう。すごーい。ここでお裁縫をしているんすね。いいね、いいね、なんか。てか、こんなにも物を揃えられないんだが。すごすぎる。かわいい。はい、そして地下へ。おー、びっくりした。なに？この空間。え、めっちゃ幻想的な空間へやってきた、私。いいね。吹けたりするかと思ったけど、吹けんかったわ。え、すごーい。めっちゃ綺麗。いいね、いいね。ふわー。すごー。幻想的。こういう感じの壁紙を私は活かしきれないからな。良きだね。これセットってことよね。この下の床と。素晴らしすぎるじゃねえか。はい、お邪魔しましたー。全体的にすごい上品な感じの一軒だった、ここは。そして、あ、こっちも入れるお家ということかな。お邪魔します。この扉いいね、かわいい。違った。めっちゃ普通にちゃちゃ丸。あれお前ひょっとしてこの島のお客さんか？おいらちゃちゃ丸って言うんだ。よろしくな。筋肉のことならこの島の誰にも負けない自信があるぞ。何でも聞いてくれ。というわけで、ダラリン島の筋肉番長、ちゃちゃ丸を今後ともよろしくな。ラブ。そういう系統なのね。めっちゃこう、キラキラとしたお目目をして、筋肉系なんすか。ちゃちゃ丸かわいい。私最初ね、顔だけ見たとき女の子かと思ってたんよね。ここは普通に動物の家だったわ。お、ビーチ。おー、あ、そう、こういうのいいよね。いいな、いいな。そう、やっぱ、海ってさ、シャワーとかあるよね。めっちゃある。超ある。なんかすごいおしゃれなんだけど、急激にいかつい怒りが来たけど。そう、このね、周りを飾ってる、おこの周りを飾ってる星のかけらたちがめっちゃ可愛いって思ったんよね。てか、こんな巨大なのが落ちてくることがあるのね、そのうち。え、いつになるだろう、それは。え、すごい。あれやん、海辺でピアノまで聴けてしまう。いいっすね。じゃ、まず、ここに。ここ海の家ってことかな。え、なんかめっちゃオシャレなんだが。何ここ。ほ？ここは何？何か受付みたいな感じ。え、何の受付だろうか。待って、左の部屋へ。ほ？アロママッサージとかそういう感じかな。なんか、そういう感じよね、きっと。いいね、いいね、いいね。海が近かったけん、オイルマッサージ的な感じかな。こんなオシャレな場所でするんすか。超絶オシャレなんですけど。全体的になんかウェディング家具めちゃくちゃ、使っとるね。ウェディング家具をここまでなんか、いい感じに、生活に組み込めないんすけど。え、この絵は何？これは、あれよね。別に、常吉のとこで買うような絵ではないよね。こういう感じじゃないもんね。歴史的な。普通に売り寄るってことかな？たぬき商店。お、奥は、ここは多分社員さんたち。従業員の人たちの部屋ってことやね。業績は右肩上がりっぽい。良き。良き。なんかすごいあれやね。昔ながらの電話。そしてファックス。
私、正直ファックスとか使ったことないんだけども。全然、一回も使ったことないんだけども。ふい、そして。でもなんか、おしゃれすぎて入るのためらいそう。ふい、右の部屋へ。あ、右は左と対になっとるってことやね。こっちも。きっと、エステだ、マッサージだ、そういう類のことをする場所なんだろう。新鮮なフルーツまで置いちゃって。はい、そして2階へ。もう入り口横の席で待ち寄る間からドキドキしそう。え、2階では食事までできるんすか？え、いいね。え、これ何？食事。あ、これ、え？これもしかしてあれ？予約中ってこと？別にこれ、食べ物置かれてないよね。なんか紙と、ぐじゃぐじゃぐじゃって書いて何かが置かれとる。え、多分、予約中ってことやろ、これ。え、すごい。多分、VIP の方がこの部屋に来るんやね。え、すごい。そんなのもあるんや。はい、そして、地下へ。え？ふわぁ、儲けていらっしゃる。めちゃくちゃ儲けてるじゃねえか。これはちょっと一段高くな、机ってことか。すごい、やば。そしてなんかめちゃくちゃ頑丈なセキュリティって感じ。うわ、やばい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 。見えた？遠目じゃないと見えんのかな？上にね、なんか、6台、左右6台ずつぐらいのね、監視カメラがあるんよ。怖っ。なんか、怪しい匂いが。大丈夫？なんか、悪徳な、悪徳なことやってない？めちゃくちゃぼったくりとか。だからこんなに豪華なのか。まあ、儲けてそうな感じの内装はしとるよね。なんか、そんな感じはしとるよね。そしてちょっと気になったこっち。なんだろうか。工事中っすか？こっち入って大丈夫っすか？何がされているんだろうか。え、なんかロケットが発射されてなんかここからあれか、探査機みたいなのが。お、こっちロケットあった。なんかこっちの方ではあれなんやね。まさか島の一番奥ではこんな感じで宇宙へロケットを飛ばそうとしてすいません、関係者じゃないけど入っちゃいました。え、すごい。なんかへー、なんかあれよね、遊び心があっていいよね。こう綺麗とか可愛いだけじゃなくってさ、ちょっとえみたいな感じのところがあったりとか。すごいな。そんなことまで考えて作れんもん、全然。ほぼなんかリアルというか、現実的っていう感じを。お、アップル、オレンジ、ピーチ、ペア、チェリー。ここは何？あ、ここもさっきのカフェの続きかな、あの上の。あ、ってことは上は全体的にそういう巨大なカフェというか、そういう感じってことかな。この家めっちゃ可愛くない？この家超可愛くない？誰の家？アップル。ハムスターの子や、ハムスターの子。思ったんやけどね、自分とこと同じ住人さんがおる場合ってどういう感じの反応になるんやろ。ここは果物を売り寄るとこってことかな。果物市場的な。え、こういうのあるんや。へぇ。これもなんか、秋になったらゲットできるって感じ？ぽいよね、ぽいよね。え、すごーい。ハニー。蜂蜜。あ、すごい。待って待って。私さ、この養蜂箱の横にあんなのついてること今初めて知ったんやけど。え、私の家の、家っていうか、私の島にある養蜂箱の横にもあんなのついてる？私、あの、アンチョビの家のところに置いとると思うんやけど。え、知らなかったぞ、私。お、そしてやっぱり蜂蜜やけん。熊たちが。熊たちがいるね。かわいい。
そう、クマを使ってね、ちょっとファンシーな空間も作り出したいなと思いつつ、どうやればいいのかがわからねえ、私のセンスのなさ。やばすぎて、やばすぎて。奥に行きますと、そう、プールもね、置きたいなと思いつつ、どこに置けばいいのかが、お、びっくり。そうか、今日はトタキキの日ですね。あ、ここが、ミミさんの家ってことかな？庭が広い。ウェルカム。お邪魔します。待って、ピクニックバスケットめっちゃ可愛いやん。私んとこなんか超普通やったけど、こんなパステルチックな感じにできるんやね。はい、それじゃあちょっとお邪魔します。あ、あれだね。ミミさんの家の中はすごい生活感。ふぅ、ちょっとほっとしたぜ。え、待って、洗濯機可愛くない？え、めっちゃ可愛いんだけど。てか、私んとこさ、ドラム式ないんだけど。ドラム式洗濯機ないんやけど。え、普通になんか、上からパカって開けるパターンの洗濯機しかない。いいな、いいな。この掃除機も欲しい。私が求めとる生活感ってこういう感じなんやけど、全然そういう感じのものが、ゲットできないんだ。あ、これなんか、え、これはちゃんとさ、これ置いとるけん揺れやん。それとも関係なく揺れやん。あ、ちゃんと扇風機が向いた時に揺れやんやね。すごー。連動しとんや。へー。そんなことも知らなかったぞ、私は。なんか私洗濯物のさ、干すやつあんなに綺麗じゃないんだけど、なんかちょっとボロっちい感じのやつゲットしたけん、置きづらいなって思いよった。お、左の部屋は子供部屋っぽい感じやね。お、お魚描いてるやん。絵描いてて、これはなんだ？何の雑誌やろう？観光系かな？街並みっぽい感じ？ほうほうほう。あ、え、ここもしかして豆吉と粒吉の部屋的な感じ？なんか双子っぽいやん、この部屋自体。ロフトベッド2つあるし、あのポスターももらえるんやね。ちゃんとあつ森仕様やん、ポスター。え、そうなんすか。ね、なんかめっちゃこのさ、作られてる恐竜、恐竜なんかな、ポケモンのヌオーにしか見えんねえけど。それっぽくない？私こっちのパターン、こっちのパターンさ、マミーさんの家に置いてあるんやけど、男の子版あるんやね。へー。ピース教えて、奥の部屋へ。お、あれ？ここも？ここもなんか、子供部屋？双子のお部屋？でもしてることはなんかちょっと、お裁縫するようになっている。さっきはなんかもっとね、おもちゃとかあって、子供部屋って感じやったけど、ここはなんかちょっと成長したんすか？若干ね、部屋も大人っぽくなって。ほらなんか、ファッション誌、男性用ファッション誌みたいなのに変わっとる。教えて。二人住んでるけん洗濯機も二つあるってことか。ほい、右側の部屋へ。別々の洗濯機ということはそんなに。お、しずえさん、ここしずえさんのお部屋？なんかそんな感じのイメージの服というか、上品げな服が。シェアハウスということだね。なるほど、なるほど。ん？ということは、左側多分豆吉つぶ吉の部屋で、奥は誰の部屋やったんやろ？豆吉つぶ吉？かな。で、ここはまあ確実にしずえさんのお部屋であろう。ほうほう。いいっすね。ほい、そして、2階へ。もうなんかかっこいい。トタケケ一緒に住んでるの？トタケケ、ここから広場に向かったのか、今日は。ウォーターサーバーかっこいい色のあるんやね。ん、そしてこれは、音楽系の雑誌なんかな？いや、なんか普通に、ジャンプとかマガジンとかそんな感じ？
かな。そしてほら、歴代のジャケットたちが。すごいね。あ、ここで曲とか作ったりしようんや。かっこいい。超かっこいい。ギターめっちゃ持っとるやん。いいね。このグリーンのかわいい。ちょっとパステルグリーンみたいなの。へぇー。すごいな。この空間でトタケケのいろいろな音楽が生まれているんだね。はい、そして地下へ。おぉ、地下はちょっと思ったけど、タヌキチ。ひやーひやー、金の匂いがする。ちょっと不穏な音楽が流れているのは。すごいなぁ。あ、やっぱ趣味のゴルフ行くんすね。そして金塊が大量に積まれている。あれは一体何のトロフィーなんだろうか。なんか優勝旗まであるよ。タヌキチなんか仕事しようんかな、ここで。うわぁ、成功してるわー。まあね。島を買うぐらいだしね。めっちゃいっぱい鍵があるよ、あっこに。やばー。ここでまだ、何かしら商談が行われているんだろうか。次は、何の施設をこの島に誘致しましょう。ひえー。はい、お邪魔しましたー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。